どうもカゲヤです。今日はね、えー、短期的な快楽を得るより、えー、長期的な快楽を得ましょうということについてお話したいと思います、えー。長期的な快楽を得るっていう考え方ですね、この視点があるとですね、人生が変わります。 例えばダイエットで言いますと短期的な快楽を得てる状態っていうのはですね、えー、食べ過ぎている状態ですね、えー、その時食べたいから食べたいだけ食べるっていう状態が、えー、短期的な快楽で、えー、長期的に見ると太ってしまうので、えー、短期的な快楽は得れますが長期的な快楽を得ることはできません反対にですね長期的な快楽を得るということはですねダイエットで言うと、えー、ちゃんと空腹になってから、えー、適量をと 食べるとということですねで適量を食べることによってですね、えー、体が痩せてですねダイエットができるという状態になることによってですねで空腹じゃない時はですね、えー、どう短期的な快楽を得るか長期的な快楽を得るかっていうとその適量を食べるというね長期,的長期的な快楽を得る。 を選ぶ人がほとんどやと思うんですね。ということはですね、えー、冷静な状態であればですね、えー、長期的な快楽を得た方がいいというふうに考えることができるんですね。つまりですね、あのー、人生っていうのは長期的な快楽を得た方がいいっていうことが得た方が人生にとってはいいっていうことが言えると思うんですよね。 ただ、ねあのー、その時の自分の状態や、ね、感情によって短期的な快楽を得ようとしてしまうそういう行動をとってしまうということが言えると思います。 だからですねあのー、自分がね長期的な快楽を得る行動,がで行動を取るような取るように訓練するんですね。でこれはね意識が変わると考え方が変わり考え方が変わると行動が変わり行動が変わると習慣が変わり習慣が変わると人生が変わると。 ということですねだから、えー、人生を良くしたいのであれば長期的な快楽を得る、えー、意識をするようにしましょうそういう行動をとるようにしましょうということでですねこれは、えー、僕の課題でもありますということで、えー、より良い人生を歩みたい方は、えー、長期的な快楽を得ましょうということについて、えー、お話しさせていただきましたということで今日の動画は以上となりますありがとうございます